ハロー、新人バーチャル YouTuber のピエロだ。今回は、アイドルマスターシャイニーカラーズをプレイしていこうと思う。あ、ちなみに俺あのこれアイマス系列のゲームをプレイしたことはなくて、まあ、あのアイマスデレマスは、まあ、アニメとかでは見てて、シャニマスはね、あれだな、たまになんかツイッターとかピクシブであのちょっとまあ可愛かったりエッチなイラストが流れてくるのを眺める程度だったから、本当になんか好奇心で何も知らず突っ込んだにわか上等なんで、まあちょっとご容赦いただければと思う。それでは早速プレイしていくぜ。お、アイドルプロダクションに就職したわけですね。俺の片割れが甘井社長。おはよう。お前を待っていたぞ。この社長って社長の声じゃねえの？これなんかブルーでアイズナドラゴン使えそうだけど、違う声かな。よろしい。では仕事の説明は葉月に任す。はい、葉月さん。で、あのなんかマネージャー的な、なんですか、急に大きな声出して。いや、この人をアイドルにすべきじゃないかな。この人をプロデュースしたいな。天下を取れないか。葉月、なぜ床で寝ているんだ。床で寝てるってちょっとあれじゃない、ちょっとなんかブラックヒーローの片鱗が見えてないから。ともかく彼に仕事の説明をしてくれ。はい、もちろんです。プロデューサーさん、どうぞ。ああ、くそ、ああ葉月さんと結婚して。ありがとうございます。それじゃあ早速お仕事の説明に入りますね。いや、この人なんか事務員やってていい器じゃないだろこれ。いや、潜在能力計り知れないぞ。いや、もったいない、もったいない気もするが、だがなんかちょっとなんか世の男たちの目に触れさせたくない感じもあるな。あっ、固まってしまった。やばい、ラブホンのクソ属回線だから。はい、新人アイドルの祭典とも言われるすごいライブなんです。祭典と言われるだけあって、このウィングは出場資格を手に入れるまでが厳しいんです。なるほどね、祭典に行くために採点されるわけですね。採点って、まあまずは思うようにやってみるといい。結果がついてくるかはお前とアイドルの頑張り次第だ。あざす。ではそろそろお仕事に移ってもらいましょうか。最初にプロデュースするアイドルを選んであげてください。チュートリアルがこの後プロデュースします。おお、俺ねこれ一応ちょっと気になってる子はもう最初から一人決まってたんで、その子にしようかな。なんかちょっとあれだな、恥ずかしいな。なんか自分のこう癖をダイレクトに伝えるのが恥ずかしいですけど、はい、じゃあちょっと待って、俺がちょっと気になるのはこの田中まみみちゃんですね。放浪人が得意、自分で髪を切る。お、いや、なんかあれなんだよね、ちょっと、あ、ちょっとボイスあるでしょ。どうせ暇ですからね。や、おはようございます。レッスンは面倒ですけど。よし、この子にしよう。もっ
かもしれませんね。いやなんかねやっぱこうなんだろうこういう小悪魔系つうかなんかいやあのいや男はねこういう小悪魔にもてあそばれたい願望があるんですよ。じゃあちょっとこの子にします。スカウトで見つけてきてくれって言われたけど今日はいい子には出会えなかったな。もう遅いしそろそろ引き上げて、うん、あかなりパンキッシュな格好してる。パンキッシュどこの服の雰囲気があるし綺麗だし声かけるしかない。ちょっといいですか。何か用ですか。俺と一緒にてっぺん取らねえか。あ、すぐ固まる。ラブホの回線すぐ固まる。翼プロダクション、なんか唐突すぎません？本気で誘ってるんですか？俺と一緒にトップアウト目指してませんか？新しい世界見られると思うんです。へえ。でもアイドルって学校終わりとかに毎日練習するんですよね。確かにね、なんかこういうなんか若々しい10代の青春を全部支えなきゃいけないと思ったら確かになかなか責任が重いようなプロデューサーっていう職業、責任以上に今ちょっと回線が重いわ。こんな時間に一人で危ないじゃないか。歩道もんだぜ。別にいつもこうですけどてかスカウトのお兄さんの方がめちゃめちゃ怪しいですし。おっと、ブーの音も出ねえな。まあいいや、話は終わりでいいですか。私もう行きますねやべ、逃げられる。今日もスカウトが、いやでもいいな、ツアスプロダクション、これ外回りでパチンコし放題じゃないか。こんにちは。この間のお兄さんいますか？マミミ。あ、いたいた。お兄さんの顔、しっかり覚えてますよ。確かに、この顔はね、なかなか忘れないと思う。あんなしつこく叱られたの、初めてでしたし。結構あれなのかな、親が、まあ、公認主義というか、あんまり家庭で触れ合ってない感じの。お兄さんといると面白そうなので、アイドルになってあげてもいいかなって。思いました。まあ、あざっす。本当か、てっきり興味がないのかと。この子以上に見送った時にまだ出会えてないし心配なこともあるけど、よしよし。これからは夜遅い時間、びっくりした、予売時間に見えちゃった。夜遅い時間ね、夜遅い時間フラフラしないでくれよ。この約束は絶対待ってもらうぞ。俺が守らねばならぬ。田中まみみって言います。私悪い子ですし、たくさん迷惑かけてあげますからね、プロデューサー。かわゆい。いやこれ俺ね、こういう何あの私悪い子ですっていう子すごい好き。なんだろうねこれは、あのあれだね、多分ちょっと魂に刻まれた罪だね。おはようまゆみ。ん？どうかしたのか？今日も綺麗だな。ちょっと今日は調子が出ない感じがしますね。わかるよ。まあ俺もね、月水金はだいたい調子出ないな。まあ川もこも怪しいし、まあ土日も家で布団で寝てたら終わるからな。そんなもんだよ。こんな状態でレッスン受けても
身にならないと思います。こいつどうしようかな。マネアサイドが話しかけることはありますよ。おい、ぜひ覚えておいてくださいね。さあ、抑える必要がありますので、日頃からアイドルのことをよく見て選びましょう。今回私が適切な返答を、葉月さん分かってらっしゃる。結構葉月さん女心分かってらっしゃる。あれかしら、結構なんか何人もの女の子を手ごめにしてるのかしら。やべえ、興奮してきたな。体調管理も仕事のうちだ。あ、これがあれだ、適切な返答だ。真面目ですね。別に体調は悪くないんですよ。こう言ったら気分の管理も仕事のうちだってプロデューサーは言いそうですね。なるほどね。あ、ほんと真弓はあれなのかね、なんか結構叱ってくれるっていうか、なんか規範になってくれるいい大人を求めてるのかね。よし、楽しく話したな。プロデューサー、これからもよろしくです。やりましたね。面倒なことは嫌です、やりましたって言ってもらえて、葉月さんのおかげですけどね。オーディション会場ついちゃいましたね。仕方がないのでほどほどに受けてくることにします。まみみ、お前なんかえらくめかし込んでるのに、なんかもうちょっとこう、なんかテンション上がったりとかないわけ？なんか緊張したりとかさ、なんかやる気出たりとか、なんかないのかな。え、アイドルって女の子の憧れじゃないのかよ。あれだね、常になんか平熱な感じするね。緊張してるか。緊張してるそうなんで、激励の言葉をかけてあげる。はい、オーディションに育てアイドルの緊張をほぐしたのがプロデューサーさんの大切な役目ですよ。おい、真面目にやらないとダメだ。待って、こいつ、でもね、俺ちょっとさっき過去にね、ちょっと過去の自分がね、まみみは結構なんか規範となる大人を求めているとか、なんか叱られる、なんか叱ってくれるの大人を求めてるみたいなことを自分で言っちゃったから、ちょっと一回これ真面目にやらないとダメって言っておくか。なんかいや、こうし、まあちょっと絶対受かるって言っときたいけどね、なんかそれはそれで、まあ無責任な気もするしね、あれだと思う、なんかやる気がない子に対して、多分俺はまみみは絶対天下を取れる人材だと確信しているが、あんまりやる気がない人間に対して絶対受かるとか言うのもなんか無責任だし、この子のためになんないと思う。頑張ってこいってもな、頑張れってもね、ちょっと常々無責任なことだと思うんだよね。真面目にやんないとダメだって、ちょっと大人として叱っておこう。怒られちゃうなら仕方ないですね。頑張ってきます。これは良さげじゃない？なんかちょっと口角上がってるし、いや、まあ、俺の口角はあれだけど、まみの日じゃないぐらい上がってるけどね。結構当たりじゃね、俺の分析プロファイリング真剣になってくれたよね、よかった。お、テンション上がってる。おお、いいね。それでは発表します。今回の合格者はどうなったかな。まみみ、やったな。どんななんつらでもないじゃないかよ。いつも通りにやっただけですけど、よかったです。あ、はいはい、なんかなんとなく分かってきた。まみみのこと分かってきたよ。まあこれくらいは普通なんじゃないですか。しかしおるね。よし、それならもっと大きい仕事を取ってこよう。へえ、それは面倒ですね。違いますよ。
本当に面倒なんですけど。難しいな、この頃への年頃の子はな。まあ甘やかしちゃうのは違うんでしょうね。またなんか、まあ結構凛として厳しく叱ってあげなきゃいけないんでしょうね。そこまで言うなら少しくらいはやってもいいですかね。頼むよ、まゆみちゃん。この後ザギンでシースーよ。お疲れ様、リラックスしていい感じだった。まあ確かにあんまり緊張は、まあしてんのかどうか知らんけど、緊張も出さないから、結構なんか大舞台では良さげだよね。どうでしょうね、個性的な人がいっぱいいるのは悪くないと思いましたけど。そうか、だけどその中で自分を貫いていたマミが一番個性的だったよ。面白い理由ですね。相変わらずプロデューサー変わってます。おめでとうございます、ランクアップです。また一つ夢に近づきましたね。あ、なるほどね、 A ランクまで来ましたね。なるほどね、さあ、はい、頑張ってやってみましょう。チュートリアルはもう少し、よ、ワクワクしますね。あ、運命の出会いがし、あ、これ知ってる、あれだ、あの絞られるやつだ、お財布が絞られるやつだ。運命で会いましょう。プロデューサー好きなタイミングで断りきます。おー、あー、まあなるほど、リセマラが完璧に認められてるところ一回しか答えられない、タイミングで考えましょう。プロデューサーさん、こちらは今日のログインボーナスですよ。このログインボーナス超助かる。明日はこちらがもらえますから頑張っていきましょう。プロデューサーじゃないですか。どうしたんですか？なんかチュートリアルだけのつもりがつい本登録してしまったよ。